でもお預け犯人何か一つ山を当てれば はい、マジックバーマンボーオンラインにご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ。今日はでかいのもいます。おめが小さいの。でけえのとでけえのであります。今日細いのがね、向こうでちょっと今日はね、いないですから。仕事してますから。仕事してますから。で、今日ですね、ちょっとね、カメラの配置というか、カメラの位置は変わらないんですけど、いつもね、モニターを見ながらやってたんです。モニターを見ながらやってたんですけど、モニターをもう今日は、カズヤが、自分だけ見えるようにしていろいろ打つ人専用でも見てますんで、僕らもモニターのチェックできないんで、どういうアングルでどう映ってるか分かんないです。そんな感じでやってます。スイッチもね、全部カズヤに任せて、全部任せてますんで、任せられてます。変なところが映ったらこれカズヤのせいです。でちなみにちょっとね、マイクの位置が変わったんで、声がねどんな感じかっていうのね、声が大きい小さいあったら教えていただきたい。あと OK Google、 おしゃれなジャズ流して、そう BGM の拾い方とかですね、声の大きさとかをちょっと皆さんコメントで教えていただきたいんです。すごい人が通ってますね。そうそう、人が通ってる、人通りが読み上がりつつある、うん、そう、あのなんとか宣言が解除されたんかされてないんかされるんかわからんけど、なんかねちょっとずつ周りの店が開きつつあるんですが、うちは開けません。このカメラのセッティングを変えるのめんどくせえけ、しばらく開けれないですね、じゃあ。うん、そう、絶対ね、もう一回流行るけ、開けてしまったかゆえに、うんうんうん、だからうちはその助けはしたくないんで、流行る助けはしたくないんで開けません。声の感じ、あ、いい感じですか。ブヒパパさん来ていただきました、ありがとうございます。ブヒパパさんありがとうございます。対応がもう全然違うんで。何のこと。いや、もう常連さんすぎて、もうカズヤの言ってる意味が分かりませんが、ブヒパパさんも来ていただきました。なんかついてる、猫ちゃんの絵がついてる。昨日より遠い感じ。それは声の話かな。4番の声の大きさ変えるの分かる？あ、これ、あ、分かります。え、どれ触りよる？4番ボタン。そうそうそう、の上ボタンを 2,3 回押してみて。あ、これでね、ちょっと声を拾うのを上げました。あ、結構大きくなった。結構大きくなった。あ、ちょっと1個下げます。赤入ったら大きいですよね。赤入ったら大きいかもしれない。これね、皆さんのコメント頼りですから。このコメントで明日、明後日のオンラインショーのこの音量を決めようと思ってます。そのための毎日の無料配信ですから、もうそれを毎日こう細かいティンカーベルが飛んどる、設定を変えておりますんでね。まあ僕はサブスク登録してますけどね。サブスク登録しておるよね。うん、金払ってるけどね。あ、もうやめるけどね。Twitch から俺 YouTube ライブに移行しようとしてるけどな。登録者数がね、1000人超えればだいぶね、 YouTube の方がいいんですよ。1000人超えましょうよ。で、Twitch がね、当初ね、画質がいいっていうので、うんうんうん、Twitch を選んだんですけど、 YouTube も設定を変えれば画質がいいことが分かったんです。まあ、1080p まで出せるからね。そう、出せるんよ、うん、一緒だったんよ、ね、でもそれ知らんくて、俺720までしか出してなかったんよ。あ、そういうこと。こっちのせいだったんよ。はい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 。で、もう一つ言うと、Twitch のこれ言ったかな、勘違いがあって、サブスク限定配信ができると思って、うんうんうん、YouTube はね、チャンネル登録者限定配信っていうのができないんですよ。限定公開っていうのはできて、ああ、そうね、そのリンクを踏んだら見れますっていう、で限定公開はできるけど、サブスクというかチャンネル登録者限定ライブというのができないんですよ、うん、で Twitch はそれができると、サブスク限定配信ができると聞いたから、うん、Twitch に入ったんです、うん、それがよくよく蓋を開けてみると、チャットで文字が打てるのがサブスク登録者、
であって見るのは誰でも見れる、うんうんうん、もう本末転倒、うん、でしかも、ね、しかもサブスク限定配信チャットができる配信ができるのが3ヶ月後っていう、まあ、そうですねその縛りが、うん、なんかね3ヶ月間あの規約に違反しない放送ができてる人はそれになりますよっていう、ね、審査されてんだまだそうそうだけどここでいきなり俺が服とか脱ぐともうそれも水の泡になるんやけどそういうことね、はい、そういうことのいや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 別にいいけどねもう YouTube ライブに移ればいいだけの話やけ今なので結構見とる26人ほんと結構ラグがあるラグあるこっちはなので、Twitch がもしかしたら今月いっぱいで終わる可能性はありますが、うん、サブスクに入ってくれてる方がいるんで月終わりまでは行こうと思います Twitch でその後もしかしたら YouTube ライブに移るかもしれないです、というところを、僕なんかビッツ買ってますからねビッツそんなもん投げたらええやん俺に使い切れたことですか使い切ったらええやん使い切ってもメリットないでしょマンボさんにあんまりまあ、別に俺にちょっとずつ入るけど換金できるほど入ってこないからあそういうこと、ねまあ、別にこれで儲けようとは思ってないんでね当初は思ってましたけどねなので、まあ、試行錯誤ですねそこも試行錯誤ですよもういろいろやってみんと、うん、あのねいろいろやってみんと分からんのよいや本当にそうよ、うん、経験し人間は経験でしかものは言えないんですよ、うん、だから想像で批判するの俺嫌いなんよ、うん、やってみて批判しろと童貞がねそう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 がちょっと待って、下の方に行ってしまうからかなりそうそう愛する気持ちよくないやろ童貞が、ね、童貞がね知識だけでねなんかうんそうなんよ童貞がねそうやけけもうそっちの方行くんかい だから経験でしか人は物語れないからやってみてそういうことですそう何でもそうそうだから俺ポコちゃんを批判するときも一応ポコちゃんをやりました、うん、ちゃんと知るために、うん、でやったがゆえ知った情報っていっぱいあるからね、うん、そうね、うん、そうだから何かを批判するときは一回やりましょうというねそう、やらずに批判するやつが俺嫌いなんよ、うん、浅田が嫌いなんよまあねみんなポジション取るのに必死ですから今おお言い方が悪いな言い方がなんかちょっとトゲがあるぞまあまあまあみんな楽しくやりましょう、うん、そうということでですね今日はせっかくジョニアがいますんで、はいちょっとした、イベントを、行いたいと思いますがもう行っちゃうよ Uber Eats 企画企画そっちじゃなくてあそっちそっちあそっちね OK Uber Eats を同じ店に同じ料理を同じ場所にいる人間が別々で頼んだらどうなるのかな検証ですね、1人の人が2つとも持ってくるのかそれとも2人の人が別々で持ってくるのかこれを検証したいと思います、うん、別にこれ Uber Eats に対して嫌がらせにはなってないよねなってないよなってないよね、うん、むしろ俺が2人分頼むよりも配送量が倍入るから倍入るからいいことだね、まあ、1人だろうが2人だろうが注文の需要が増えてるわけですからみんなハッピーですねこの検証に対して損する人はいないよねいないです損するといえば俺らの配送料を一緒に払えばよかったのにっていうだけなんです別々払うっていうだけの損よねそう、 そういうことですそうだから不幸になる人はいないということでね行ってみたいと思いますが、はい、やりましょう今ですね、もうカートに入れてます2人とも同じ料理をでこれさ、うん、注文成立すると誰々さんが運んでますって出ちゃうでしょ出ちゃうねそれ見ると面白くないから見ない見ずにカートを見る僕いただきましょうかじゃあ携帯をはい大体どのくらいカトラリー類ストローなどつけますかつけますつけましたはい今料金が1530円合ってるえ1180円だよなんでよあ俺ねクーポン使っちゃいましたそれはええやろクレジットカードね両方はいいいじゃちょっと一回みんな見せましょうかこれ 3で見せるいや見れんやろ2あ3であ飛んでます飛んでやるせーのでおしましょうせーの注文する注文しています OK もうこれで渡そうこれも結果言わなくていいあの、はい、で分からんで電話かかってきたりしたら答えてカズヤOK です、はい、これでね放送中には来ると思いますいつも20分ぐらいで来るんで2人で来るのか1人が両方持ってくるのかもしくは1人が途中で食べてしまって、はい、親方に怒られちゃうよこれ伊集院光の真似やでっていうのがある可能性あるねはい縮小はいそういうことですでは、新ネタはこれじゃないよちょっとまあちゃんとね、作るまで暇なのでジョニオがマジックをしますマジックしましょう僕だけするのいや俺もなんか時間があればしようかな OK、うん、ではウーバーイーツが来るまでジョニオがマジックをします今どっち見た
カメラ目線になってる今。なってます。どうも皆さん、ジョニオです。さあ、今からね、マジックするんですが、せっかくなんで、カメラで見てる人が楽しめるカメラ独特のマジックっていうのを一個やってみようかなと思います。使うのは、これです。500円玉。見えますかね。今からお話しするのは、遠近法。遠近法っていうのは、もともと絵で使われたテクニックですけど、どういうことかというと、物を見る距離で大きく見えたり小さく見えたりするよっていうやつ。まあ大体わかりましたね、皆さん。例えば、今僕の顔、全身見てますね。今僕の顔、このぐらいのサイズだと思うんですけど、近くのカメラで見るとどうでしょう？だいぶ顔大きく見えません？これは顔が実際に大きくなったんじゃなくて、近くで見てるから大きく見えると。これが遠近法です。まあ、引きで見るとね、元に戻るわけですけども。それをちょっとね、500円玉で説明してみようかなと思います。ティンカベルが。はい。今500円玉真ん中に置くとこのぐらいのサイズですよね。このぐらいのサイズ。でも、これを、例えば、ここ、ちょっとカメラから離すと、さっきよりちょっとちっちゃく見えません？ここよりも、ここの方が、若干ちっちゃく見えませんかね。見えてますよね。で、これ逆に、近くに置くと大きく見えると、だいぶ大きく見えてると思います。でもこれは実際に元の場所に戻すと元の大きさに戻る。ちょっとちっちゃいですね。今だいたいこのぐらいの大きさですけど、近くに置くと大きく見えると、大きく見えてますよね。でやっぱり遠くに離しておくとちっちゃくなるとね。で元の場所に戻せば元の大きさに戻ると。これが遠近法。今僕の顔はだいぶ大きく見えてると思いますが、実際にはもうちょっと顔が小さくてスタイルもいいですね。わかります？まあ俺のスタイルいいけどね。顔のスタイルがね、いい感じですけどね。だいぶ顔ちっちゃいけどスタイルいいけどね。青鬼のサイズ感。めちゃくちゃスタイルいいけどね俺ね。ちょっと横に並んでこう立ってもらって、うん、青鬼のサイズ感。これがやりたかっただけです。青鬼のサイズ感って、それあれやろ、長崎の匠くんのツッコミのやつやろ。そう。で、これね、創作裏話があるんですけど、ちょっと、まあ、もうちょっとその上で言ってください。ちょっと風、それ取ってくれ。これ実は最初の、当初の予定では、僕の顔がめちゃくちゃでかくなってるっていうオチだったんですよ、シンプルに。こうやってやったら、いや、顔でかいやないかーいで終わろうと思ってたんですね。で、印刷しに行って作ったんですよ。作ったら、まあ、これが出来上がったんですね。したらね、実物とあんま変わらんのができて、これつけると違和感ないっていうね。で、マンボウさんのが結構大きめに作れたんで、マンボウさんがつけると俺と大して違わんのよね。いや、結構違うよ。結構違う。これ逆に入れ替えてみる。頭が小さい。これはすごいです。これは面白い。背伸びして。これいつもの感じじゃない？いつもの感じじゃない？これ。おお、声出てます。あ、ちょっと間違えた今。もう一回やっていい？はい。そんな声ね。以上、新ネタでございました。36人見てます。これが激変するやな今から。はい、新ネタでございました。はい、あさってはもうちょっとマシなマジックやる。ちょっとそれ言っとこうね、うん、クラウドファンディング見事 100% 達成でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで現在 191% 出してます。はい、出してます。現在 191% お知らせ。でですね、100% 達成しまして、あと目標人数100人ももうちょいよね。95人今。95人、もしかしたら今この放送中に96人になってるかもしれませんが。でね、ちょっと今モーションギャラリー、そのクラファンのサイトのモーションギャラリーがちょっと重たいみたいで、決済のところでちょっとエラーが出たりとかするらしいんですね。なのでちょっとまた時間を置いてやってみてください。申し訳ない。諦めずに。はい。ちょっとね、今アクセスが僕らのサイトにちょっと。嘘や。間違えた、給付金のやつと間違えた、みんな。そうもらえるんじゃねえかって。殺到してるんで今ちょっと重たいですが。ちょっと重たいんで。はい、よろしくお願いします。はい。
で、もうすぐ 100% 100人になるんですが、今日のですね、セオマジックの、メルマガ、9時に出てたメルマガにも紹介されてますんで、多分それで殺到して今ちょっと重たくなっておりますんで、はい、また100人超えると思いますんでね、はい、明日もまた放送をこの2人でしたいと思いますで、明日もやるの、明日もやる、明日はですね、金曜か、そうか、だからやるのか、うん、で皆さん Twitch で今日見てますね、明日は、申し訳ないんですが YouTube ライブの方でやりたいと思います。っていうのが当日本番に使うのがね、実は YouTube ライブなんですよ。ただクラウドファンディングに参加されてない方はどこで見たらいいというアドレスがわからないんで見れないんです。クラウドファンディングの方はどこで見れるよっていうのがわかるんで見れるんですが、 YouTube ライブで当日配信しますんで、明日は YouTube ライブでの配信テストをします、うん、これテストだから、この無料放送はテストだから、だから明日は YouTube ライブでやりますんで、何も知らずに明日このサイトにアクセスしても見れないですんでね、お気をつけくださいっていうのと、今情報出とんかね、ここにもう今消しとる、消します、はい、もう一回出してもらっていいですか、はい、5月の16日土曜日夜7時から、ジョニオマンボーマジックショー第2弾でございます。で第2弾は第1弾と比べてもうがっつりパワーアップしております、もちろん見る視覚的な問題もですが、ネタもですねちょっと今回いいと思う、あれいいと思う、いいと思う、いいと思う、うん、本当にちゃんとしてる、ちゃんとしてる。最後の方にやる、コラボネタも結構不思議だと思う。そう、いや、てか普通に全部不思議よ。まあまあそうだね、まあ、前回やり損ねたパンシルクもやるし前回ジョニオが準備してなかったパンシルクも、パンを買い忘れたパンシルク、まあ明日明後日も買い忘れるんやけども、うん、そうね、そういうのもないように、今度は有料ですから、はい、そういうのもないようにしていきたいと思いますので、反省会動画反省することないんじゃないかな。いやもう現段階で結構あるよはい、そんな感じです、ね、機材投資しすぎたとか、ね、機材投資しすぎたわほんま、買わんでもいっぱい買っとるけん、もうで買わんにはいけんもん買ってないけん、メルカリ出そう、全部メルカリ出そうか、うん、クラファンのリターンすればよかったね使ったあれを、うん、そう、あれをつって、あれをあげます、あれをつって、うん、もうUSB からの USB-C タイプに変える線がもう山ほどあるわ、いらんのに。 USB あータイプ A、 タイプ A からタイプ C に変えるやつがもう、線、うん、線があの普通短いやつじゃなくて、うん、なんやつか欲しい、いやあげんよメルカリに出すけ、メルカリに出す、うん、そう機材もね、いくらと欲しいさんですか。30万、違う、もう40いっとるかもしれん、後からいろいろ買い出したけ、はいはいはい、カメラのレンズとか買い出したけ俺、うーん、うん、でなおかつ今でもカメラ買おうとしてるけど、メルカリで毎日チェックしてる、凝り出したらもうキリがないな。でこれがね、なんかね、こういう配信する人とか、あとズームで YouTuber とか、ズームで会議でちょっと人に差をつけたい人とかがいろいろ調べて情報を得たのか、俺が買ったあの一眼あるやろ、うん、あれねメルカリで中古やけど相場が1万円ちょっとだった、うんうんうん、それが俺が買う段階でもうすでに2万ぐらいまで上がってた、今3万5千まで上がってる、やばすごいね。そうみんなね情報やっぱ仕入れてきとんですよ、あれがいいっていうのはね、一眼で配信しようと思ったらね、いろいろ注意点があるんですよ、うん、どの一眼でもいいわけじゃないっていうのがあるんで、これはクラウドファンディングでちゃんと見てくれた方にはその情報を共有します、公開しますが、うん、ここで今見てるだけの人には言いません、言いませんね。そうなんですよ、はい、コメント拾っていこう。なんかマンボさんちょっとロック解除してもらっていいですか。ロック解除なの、あ指だけで電話かけてきた、いやかかってないですけど通知だけ来たんで、はい、そうこうしてる間にね多分ウーバーイーツさんがこっちに向かってきて、まあでも別にそうですよね、うん、なんか来ることはないと思うよ、もう向かってるやろ多分ウーバーイーツがね、向かってきておりますんでね、カズヤ見てる、言ったらあかんね、わかりました、わかりました、カズヤはどういう状態になってるか知ってます、別の人が運んでるのか同じ人が運んでるのかもカズヤは知ってますけど僕らは知らないです、うん、知らないですので言わないでください、はい、では皆さん予想を書き込んでもらっていいですか。同じ人が持ってくる、別の人が持ってくる、もしくは別での人が持ってきてて一人は食べちゃうですね。食べちゃって一つしか届かないとかですね、そういうのね、もしくはウーバーイーツがこの間に倒産したとかなんですか。それはない、ないか、うん、松屋が倒産する可能性もそれもない、ないか、うん、のでとあるよね、ちゃんと同じようなものが届くからね、
違うものが届くの僕のだけゴロゴロチキンカレー届くいやそんだけの違いはないけど俺の肉めっちゃ多いとかね。あ、はいはいはい、俺はもう毎日買ってるから、はいはいはい、あ毎日来てくれる人だちょっと肉多めに入れとこう。言ってねえけどな、言ってねえけど注文してるだけ。あれなんだ、ウーバーイーツの人は松屋に行くと、うん、松屋が用意してくれてるの、それとも松屋に行ってチケット買うん、自分で。違う用意されてる、用意されてるんだ、うん、ってことは俺の注文は松屋の人には届いてるんだ。そう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 、だからいつも買ってる、あいつも買ってくれる人だ、ちょっとお肉多めに入れようっていうのはありえる話なんだ。うん、でも個人名は特定してないんじゃないかな、さすがに。注文が入ったっていうだけで、多分番号で多分配達員の人に何番ですねって言って渡すんだと思う。なるほどなるほど、うん、だからね、ウーバーいつもやってみようと思うよ。昔どこだったかな、それこそ松屋か王将だったかな、うん、どっかで食ってる時に1階でカウンターで、じゃあウーバーイーツの人来て待ってたもん、こうやって、うん、で受け取って行ってた、うん、だからそこで注文するわけじゃない、自分で。コメントが来た、食べちゃうやつかな、吉野家が来る、吉野家が来る、正解ウーバーイーツじゃなくて吉野家が来るじゃあ松屋じゃなくて吉野家の人が来る、松屋の商品を持って来るってこと切腹やろそんな入り口で2人が鉢合わせになる。これちなみにね、うん、僕 Uber Eats ヘビーユーザーなんですよ、うん、マジでこれまでいくら使ったか分かんないぐらい大阪で使えるようになって速攻使い始めたんですよ、うん、で、まあ、僕ぐらいになると2件の注文同時にしたりするんですよ、うん、なるほど。例えばカレー屋さんでカレーを注文します、うん、でもカレー屋さんの唐揚げってあんまり美味しくなかったりするから、唐揚げ屋さんで唐揚げを注文して唐揚げカレーを作るんですよ僕、うんうんうん、っていうのをやるんですよ、うん、とかたまに、ここで飯頼んでこっちでタピオカ、ね、タピオカ頼んだりとか、うん、スイーツ頼んだりするんですよ、うん、で距離によってやっぱり先に注文したけど遠いところにあるやつは来るの遅いじゃないですか、うん、でも後に注文したけど距離に近いやつは先に来たりするんですね、うん、そういうのあるんです、うん、あの距離によって変わるんですけど、で適当にこれ頼むっつって、でその後これ頼むってやったらピンポーンってなった、どっちやろなってパッて見たら2人立ってて、うわいつです気まずそうと思ってってことは今日もそれがありえるってことだよね。そう、でもそれはさすがに店が違うから。ああそっかそっかそっか、 それは店が違う、片方は大戸屋で片方はタピオカ屋さんだったから、うん、じゃあここでここで合流しただけね。じゃあ納得よね、納得納得納得今日は納得ない、いくらかやね、おおなんでってなるよね。うん、なんで同じ場所で頼んだんやろ。2ケツで来るっていう選択肢もあるよ、2人乗り乗りか、2人乗りで来るっていうね、鉢合わせは全然あると思う。あると思う、うんうん、今まで何回も言ってるけど、この前は先に片方が来て片方がと対応してて、僕の部屋ってね玄関開けたらエレベーター見えるんですよ、うんうん、で開けた時に上がってきて5階なんですけど、うん、エレベーターが降りてくるのが見えたんですよ、うん、来たと思ってでエレベーターのとこでこうなってた、鉢合わせでね。ジョニオに聞いたのが今ね置き瓶みたいな、置き瓶みたいなのがあって玄関の外に置いて帰りますっていうのがある、ね、うん、まあコロナので人とこう接しないためにっていう、うん、でジョニオがその置き瓶指定してたら、うん、置きましたっていう連絡がメッセージが来て見たらないと。そうすぐ出たんですよ僕、置きましたってよしプッて出たらないし、エレベーターも動いてないんですよ、1階のままなんですよ。だから絶対来てないんですよ。でも僕はすぐに降りて階段でタタタタタタパッて見てもいないんですよ、うん、玄関の概念がちょっと僕とその人で違うのかなと思って、うん、マンションの玄関に置いてるのかなと思って、いや本当に見に行ったんですよ。いやねえよなって、うん、で連絡するんです。そういう時は Uber Eats の本社にクレームを入れるんですよ。来てない、受け取れなかったって言ったら、返金対応してくれるんですけどね、うんうん、結構あれは親切ですね。ってことはその配達者に悪い評価がつくってこと、ね、そういうことそういうことそういうこと、そうなんですよ、うん、そう。途中で食べちゃったんですかそれ。食べちゃったんじゃない、食べたか道わからんくなって嫌になったかあると思うよ全然。とかあのこぼしたとかね、結構やっぱり汁がこぼれてるのでめちゃくちゃクレーム言われたりするから、うん、嫌でこうなんかあれしたか、うん、でもこれは本当にね、でもこれ例えばグルになって、そうだね、そう、例えば僕がウーバーの配達員してマンボさんが注文してで俺がすぐそこの注文するの分かってるからさ、近くで待機してればすぐ取れるわけ、うん、僕は、うんうん、って取って配達するっつって、でこの人は届きませんでしたって言えば、うん、返金されるし、うん、食える食えるし、まあ評価下がるけどね、評価下がる、うん、いやあれってウーバーイーツってさ途中で、多いお茶買ってきてとか無理な、あまあ無理だろうね、まあ、うん、人によるんじゃない。でも最近なんだろう、うん、コンビニのコンビニでお使いするサービス、ウーバーイーツ的なウーバーイーツのコンビニ版みたいなやつが多分
どこでもスタートしてんじゃなかったかな、うん、あのバンコクやったっけ、バンコクなんかスーパーにウーバーイーツみたいな背負った人がいっぱい買い物しようとやん、うん、フードパンダかな、ああ、うん、そういうのもある、いろいろある、それはそう、あ、何来そう来そう、ここまで招き入れていい感じ、招き入れてるけど、まあ開けて、ありがとうございます、あ、もうご覧だけでいいですか、何も言わ、うん、さて、もう来た、まだ来てない、いや、来ます、来ますよ、4番でした、ね、あ、すみません、こちらありがとうございます、はい、え、はい、一緒の方が一緒に来たってこと、お二人頼まれてる、はいはい、あ、じゃあそうかもしれないです、ちょっと待ってください、あ、いや全然大丈夫ですよ、あ、そうですね、同じ箱になってますねはいはいはい、安田さんの部分こっちですね、あ、来てます、あ、そうです、ごめんなさい、実験みたいなことしちゃってそういうことなんですね、はい、実験みたいなことしたら実験なんですけどでもあれですよね、配送料2つとももらえるからラッキーですよね、僕はラッキーです、ね、あ、 ありがとうございます、よかったよかった、あ、なるほど、もらえますよね、受け取り受け取り、あ、よかったよかったよかった、僕はありがたい感じだ、いやいや、不幸になる人が出ちゃまずいなと思う実験だったんでありがとうございます、面白いことになってますねバカなんです、いやいや、でも次は面白いと思います、ありがとうございます、いや、もしかね、2人できて鉢合わせっていうのもあるかなと思って、僕今ツイッターに書こうと思ってます、あ、書いちゃった、書いちゃっていいです、書いちゃっていいです、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、ということで結果は同じ人が持ってくる、持ってくる、来るけど気づいてなかった、気づいてなかった、ね、だから多分受け取って探しに行くと思う、住所もう一個、あれ同じやん、それはそれで面白かったけどね、うん、1個もらって、ああ、ありがとうございました、あの人初めて、初めてでした、うん、茶色服着とったね明日もやろ、明日もやろ明日もやって、あの人やったら面白いね、あの人やったら面白いし、違う人だったらもしかしたら違うパターンがありえるのかっていうのも、明日もやります、違う店でやってみよう、松屋じゃなくて、うんうんうん、でちなみに、はい、今4番で見えるようにしちゃったよ、みんなに、はい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 、ごめんなさい、ウーバー配達員さんが見えちゃったけど、大丈夫だ、あの人ね、大丈夫です、あの人は、あの人に著作権はない、肖像権はない、ツイッターやってるって言ってた、ツイッターやってる人はあんま著作権ない、ね、人権もないけどね、ツイッターやってる人はそれは言い過ぎ、だからツイッターやってるってことはもしかしたら俺ら調べたらその人特定できる可能性あるよね、確かに、今日配達したら、うん、ね、同じ場所で2人みたいな、うんうんうん、皆さんも特定班として動いてください、はい、で特定者を教えてください、コメント拾いましょう、1人が圧倒的に遅れてくる、店が片付いてる客席側が、あ、そう、ここ、ね、片付きれいに、ちょっときれいにしました、この周辺は今日和也が片付けました、片付けました、はい、はい、というところで今日の実験としては1人が2つ持ってくるけども、うん、同じ場所だと一瞬気づいてない、気づいてなかったね、で言って気づいたパターンですね、うん、はい、という結果でございます、ちょっと面白い結果やね、これね、面白い、明日もやりたい、うん、だからあの人はしめしめと思って来てないよね、そうそうそう、もう一軒行くつもりで来てる、うん、来てる、だからしめしめじゃなくて、あ、2軒連続で松屋から行けるわっていうのでパッて行ったら、うん、たまたま同じだったという、そうね、すごくいい人やったね、いい人、この人には俺はあれよ、もうチップあげるよ、本当だ、チップ俺はもう100円チップあげる、この人ひろゆきさんや、俺と同じ名前で150円あげよ、俺も150円あげよ、はい、評価とチップをあげました、はい、やっぱね、人生はね、チップのあげ合いですからね、うん、どういうことなんですか、分からん、やっぱ自分が儲けようとするとね、ダメなの、破滅するのよ、はい、周りを幸せにしようとする、ジョニオたまにわけわからんこと言うのよなんかさも哲学的なこと言っとるけど、よう聞いたら薄いこと言っとったりするよ結局自分が得したいだけやからはい、ということでね、ちょっともう一つお知らせがございます、今度5月の16の翌週ですね、23日、投げ銭バトルというのをしたいと思います、オンライン投げ銭バトルでございます、投げ銭の、額によって勝敗を決めようという画期的な、
マジックバトルでございますが、この、投げ銭はですね、誰が投げてもいいです。友達に投げてもらってもいいし、自分で投げても OK でございますっていうやつですね。組織は OK、カメラフレームから出たりとかのインチキも OK というやつですので、もう何でもありのオンラインマジックバトルでございます。それの出場者も大募集中でございます。サイトの方で詳細載っておりますので見ていただきたいと思っておりますが、今参加者がですね集まってきておりまして、十何日やったっけな、締め切り後に参加者から抽選というか、僕が選出したメンバーで、やってみたいと思っております。うん、ジョニーは出んの？出ないね。ジョニーは出ないです、出ないね。理由は、特にない。好感度高い人がやった方がいいと思う。女子入れたいね、一人。いや、女子入れたいよ。やっけ俺が言ったのが、サオチがプルンって言ったらもういっぱい入ると。そうね。いや、スージーさん。スージーさん。スージーさん。ポコちゃんやってるしな。ポコちゃんやってるし。でも女性マジシャンでさ、なんか配信とかやってるの、ルナさんとスージーさんと、サオチュ、ルナさんが YouTube でしょ。小梅さんは、あ、小梅さんも配信はあんまやってないから、Twitter は更新してるけど、かおりちゃんは料理ばっか作ってるし、そう。もう女性配信者さん、配信者さんじゃないわ、女性マジシャンの方もお待ちしております。はい、はい、ぜひぜひ参加して、あとね、そう、慎太郎さんが姫出たらいいじゃんみたいな感じ。言ってた、名古屋のね、なのでね、あのステラマーがね、ぜひお待ちしておりますというのが、5月の23日の投げ銭バトルのイベントの話でございました。はい、というところで、明日もジョニオがね、何かマジックしますし、マジその準備するわね。はい、準備してもらいますんで、明日もぜひ、明日はうまみって、あ、うまみがおった。うまみ出て、うまみ配信環境あるんかな。あればね、お店とかで。なので、お待ちしております。明日は YouTube ライブの方でやりますんで、はい、またね、事前に Twitter で、こういうアドレスですよって載せますんで、ちょっと明日は変則的になりますが、明日もお待ちしております。マジックバーマンボーご来店ありがとうございました。今日確かに、今日確かに食べよう、OK? 食べよう。